皆さんこんにちは、花子です。金利の利上げだけでももういっぱいいっぱいなのに、ウクライナ情勢が加わってもう抱えきれない投資家さんたちがいっぱいなんじゃないでしょうか。現在の状況を確認しましょう。バイデンがロシアが戦争を始めないことを条件に会談をしようとしたら、ロシアがウクライナ東部の親ロシア派が事実上支配する地域の独立を一方的に承認し、軍を送る準備を整えているということで、プーチン大統領は22日、ウクライナ東部の紛争の解決に向けたミンスク合意は今は存在しないと語った。プーチン氏が明言したことにより停戦合意の崩壊が確定した。アメリカをはじめとする各国は相次いで制裁措置を発表し、反発を強めています。EU やイギリス、オーストラリア、それにカナダなども相次いで制裁措置を発表したほか、ドイツはロシア産の天然ガスをドイツに送る新たなパイプライン、ノルドストリーム2の稼働に向けた手続きを停止する考えを示すなど、反発を強めています。国民向けの動画メッセージの中で、NATO などによる軍事活動が危険をもたらしていると述べ、ロシアによる NATO の不拡大の要求を拒否するアメリカなどへの不満を改めて示しました。私は過去から学ぶのが好きなので、過去を見てみましょう。S&P500 の戦争などで株価が急落した後の半年後、1年後ですが、自分で調べようと思ったんですけど、これ大変だなと思ってたら、今日の日経オンラインに載っていたので参照させていただきます。過去の地政学リスクの多くは銃声が鳴ったら買えだった。東海東京調査センター調べとのことです。2014年のウクライナ紛争でロシアがクリミアを併合しましたが、 S&P500 は 2% 下落、そして半年後には 7.8% 上昇、1年後には 13% 上昇。その他例外はあるものの、ほとんどがその後大きく上昇しています。もちろん今回は FF レートが上がるという懸念がありますが、じゃあ過去に FF 金利上げてないですかね。上げてますよね。いつ上げたか覚えてますか。 FOMC が決める FF レート20年短期金利で誘導、2015年から2019年まで上げてるんですよ。それで株価は、 S&P500 は2015年から2019年はフェデラル金利を上げながら S&P500 の株価を上げることに成功しています。これを見たら金利は株価を守るために上げてるってことがわかりますよね。リーマンショックで下落した株価を戻すために金利を下げて、経済が安定しているのを見計らいながら金利を上げて、コロナで下落したので、またリーマンショックの時のように一気に金利を下げて株価を上げたんです。その理由の一つは、株価を下げるとリタイアのために長期投資している米国市民が怒るからということと、あとは大統領の再選のためということもあります。大統領投票の討論会では大体言うセリフが、私が任期中に S&P500 は何パーセント上昇しましたというものです。それを聞いて米国市民は投票するわけです。なんならバイデンは再選に興味がないのか。じゃあ100歩譲ってバイデンが大統領再選に興味がないとして、それなら私はあと3年下落してもいいです。このままだと来年の中間選挙でバイデンは支持されないでしょうね。そしたら次の2024年の大統領選でまたトランプが就任する可能性もあります。トランプが立ち上げたソーシャルメディアのトゥルースソーシャルがアメリカ時間の20日にアップルのアップストアで公開されました。それで20日には17万人がアプリをダウンロードしたということで、昨日は株価が 10% 上昇。私もダウンロードしようとしましたが、日本ではダウンロードができないようです。この DWAC はスパック上場ですが、他のスパック上場は株価は大体爆下がりしているのはご存知でしょうか。スパック上場として有名なものにはこういう会社がありますが、例えばルミナーテクノロジー、ニコラ、ローズタウンモーターズ、バージンギャラクティック、ソフトバンクのウィーワーク、有名どころはこのあたりだと思いますが、大喜利のようになってしまいました。株価を見てみると、25歳で億万長者 CEO ルミナー、詐欺で CEO 辞職ニコラ、何年経っても車ができない坂道転がるローズタウンモーターズ、ブルーオリジンに負けるな数日前に宇宙に行ったバージン、ウィーワークはソフトバンクグループの子会社ですが、単体で上場させようとしたら粉飾決算で上場できませんでした。そこを孫さんがスパック上場させました。やはり同じように下落。この形、最初に横線で急に上がるのがスパック上場です。IPO は上場ですが、アメリカの去年の IPO 件数はすごいです。それでは、スパックとは何か。スパックとは、スペシャルパーパスアクイジションカンパニー、特別買収目的会社です。一般的な IPO とは異なり、買収を目的に設立された会社なので、スパック自体は事業を行いません。流れとしては、1、スパック設立、上場。設立者が自己資本を投じて、スパック設立、上場。
2、買収。投資家からお金を集めて買収。買収された会社が存続会社となる。簡単に言うと、とりあえずの会社が上場して、その会社が別の会社を買収して、その会社がメインになる。逆に言うと、その後から買収する会社が自力で上場が難しいから、とりあえずお金だけ集めた会社が上場して、後からメインがくっつく感じです。つまり、そうしないと上場できない理由があるとか、検査されて引っかかる可能性があるから後からつけるということが考えられます。トランプメディアの株価はどうかというと、この中では一番株価が安定しています。確かに上場できない理由があるからというのはあります。アメリカ政府や YouTube、Twitter から排除されてきたわけですからね。Twitter 社、トランプ氏の個人アカウントを永久凍結、各社が SNS パーラーを凍結や削除。Apple の App Store からということですが、Apple の CEO のティム・クックは何かあるごとにトランプに相談に行っていたので、結構トランプのお気に入りでした。このトランプメディアの人気ぶりを見ると、2024年の再選もあり得ると思います。バイデンはこの間のアフガン撤退でも支持率が下がっているし、まあみんな結局、バイデンはもう終わってると思っているとか、それなら今のうちにトランプ寄りになっていた方がいいですからね。あ、それで日本でもスパックを入れようかという話があるようなので反対した方がいいと思います。ちょっと話がずれましたが、これは本日2月23日水曜日、米国株市場が開く前ですが、逆に言えばこの状況で米国株強すぎませんか？ S&P500 は過去1年で未だに 11% 上昇中、現在は去年の9月末レベル。日経株価は過去1年で 11% 下落。みんな金利上げるって知ってるし、ウクライナ情勢も知ってますよね。私は今大きく買うわけではなく、いつも通りドルコスト平均法で毎月買っていきます。それは自分の買い方ですから、文句言われる筋合いもないですよね。いつ上がるか下がるかわからないから、長い目で見たら米国株は上がっていくと仮定している人が毎月同じ金額を投資していくのがドルコスト平均法です。それならタイミングを教えてくれる預言者が必要ないわけですよ。そして1ヶ月のうちで米国株は乱高下が激しいので、下落した時に買いましょう。下落しない月は最後の週に1ヶ月予定分を買えばいいわけです。上昇で買ったらいけない理由は、上昇したらすぐに利確するオウムが出現するからです。どうせ買ったらすぐ売らない長期投資なら、安い時に買った方がいいでしょうってことです。ということで、今回の分析が皆さんが株を買う時の一つの材料となれば幸いです。投資は自己責任でお願いします。それでは、さようなら。オンライン会計クラスの卒業生のお一人に、京都実相院の住職をされている方がいらっしゃいます。京都洛北岩倉にある実相院は約800年の歴史を持つお寺です。長引く新型コロナウイルス感染拡大の影響で、ほとんど収入がない状況が続いているそうです。そのためお寺の修理に必要なお金を集めるためのクラウドファンディングを行っています。由緒正しいこのお寺を修理して残していくためにも、皆さんの募金をお願いします。皆さん、床に映るもみじをご存知でしょうか。私、京都実相院の住職をしております原啓二です。今お寺の客殿が大変傷んでおります。急いで修復工事をしなければなりません。なんとか私の代でこれをやり遂げたいと願っております。300年前の優美な御所建築をよみがえらせたいのです。花子先生の視聴者の皆様、どうぞクラウドファンディングにご協力をお願いいたします。お寺の修理の手助けがしたいと思われた方は、下のクラウドファンディングのリンクからサポートをお願いします。それではさようなら。